山南沙羅さんが来てくれました。白石の子が練習から頑張って。背番号22番ゆりねいろです。どちらが好きですか？クイーンズチャンネル。はい、今日はコーナーから点を取った山南沙羅さんが来てくれました。すごい、ありがとうございます。点を取った時の気持ちをどうぞ。その時の気持ちですか？はい、なんかふわっとしたボールに、はい、いいタイミングでこう点で合わせて打ち込めたので良かったなと思います。そうですか、はい、それは良かったですね。素晴らしいヘディングのシュートでした。ありがとうございます。やべ、もうないもう言うことない。それは順調でどうでしたか？足ね、立ち上がり早い時間帯で白石桃子が点取ってくれたんで、すごいそこからみんな勢いづいて前半で4点取れて、いい試合展開だったと思います。ありがとうございます。次の試合に向けて何か一言お願いします。まあ、後半ちょっと引いた相手に対してこう攻めあぐねたみたいなところがあって、2点しか取れなかったので、そこを、まあ、みんなでちょっと修正しながら次戦も勝利できるように頑張ります。頑張ってください。ありがとうございます。安藤さんに来てもらってます。ありがとうございます。今日試合を終えてどうでしたか？今日は、いい雰囲気で最初から最後まで戦い抜けたかなと思っています。ヘディングシュートを決めましたね。はい、感想お願いします。いや、もういいボールをユミさんが蹴ってくれたので合わせるだけでした。はい、次の試合に向けてお願いします。はい、練習から頑張ってみんなで雰囲気良くして次も勝ち切りたいと思います。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。イエイ。生年月日でね、自己紹介。背番号22番ゆりねいろです。今日の試合を終えてどうでした？楽しかったです。すごい活躍したと思うんですけど、次の試合に向けてどんなことをしたいですか？次の試合ではもっとオーバーラップして上がれるようにしたいです。次楽しみですか？楽しみです。以上、ねいろさんでした。京都市の長岡京洛西浄化センター、洛西浄化センターからお送りしております。いいね。呼ばなかった。マイク持って質問何か考えとる。どこのポジションですか？右サイドとフォワードです。どちらが好きですか？右サイドです。今日どうでしたか？途中から出場して、まあ、点を決めれてよかったですけど、もっと練習してスタメンを勝ち取れるように頑張ります。素晴らしいですね。最後に次の試合の意気込みをお願いします。もっと今日以上に視野を広げてスタメンを勝ち取って3点決めれるように頑張ります。頑張ってください。はい、これで終わります。続ける。